アンカースポーツアーフ900アンカーは、ブリジストンサイクルが製造、販売する自転車のブランド名。プロユース及びプロユースに準じたモデルの、スポーツサイクルのブランドである。ブリジストンサイクルが、本格スポーツサイクルとして展開しているブランドであり、勝利を目指すアスリートのため、とうった、カーボンフレームやアルミフレームのレースモデルのほか、バルジ成型やスピニングバテット 2017年現在、夏季の製品が販売されている。他に、女性用、子供用もラインアップする。2017年現在、形式名に続く数字はフレームに使用される素材を示す。3.7は黒森、6はアルミ、8.9はガーボン。また、使用するコンポーネントは、形式名の後に続く形で、無印、エリート、エキップ、スポーツ。 EX と表記される。2000年代後半までは、タウンユースよりのスラッカーとの併売もあったため、モデルの存在のみでシリーズ分けは存在しなかった。2010年時点で、プロユースに区分されるモデルについては、クレーム、フォークセット単体よりもアンカー特約店であれば、カラーオーダー含め現行車であれば可能であり、プロチーム供給向けのカラーリングパターンの色違いと、単色系、 ロゴの有無、さらにトップチューブ後端モデルロゴ部のネームオーダーが2004年頃からできるようになった。ダウンヒルバイクに関してはフレーム単体販売とフロントサスペンション付きのみ、トラックはフレーム単体の取り扱いとなり、完成車はショップで作成、販売となり、型番末尾に F が付く。2003年からのモデルネームの数値は完成車に組み込むシマノのコンポグレード区分となり、 フラッグシップモデルのみに与えられる9がデュラエース仕様、イカフレーム仕様、8、7がアルテグラ105仕様、5、3が105シマノの STI、レバーラインナップ拡充により空、ティアグラ仕様となる。MTB などでは、それぞれ XTR、XT、デオレと区分化されている。1999年モデルロードバイクのフラッグシップであるフルカーボンモデル。 アークップはこれまでのレーダックのフルカーボンモデル CC コンポジットフレームのティアドロップオーバル及び丸型断面のパイピングから一新トップチューブとダウンチューブを三角断面として応力への対抗性を高めている極めてプロ思考の強い面を持つフレームであった2003年モデルモデルネーム変更フレームラインナップの大幅拡充カラーオーダーにマジョーラカラーが選択可能となる ロードバイクではこれまでのモデルにおいてトップチューブレイアウトがホリゾンタルだったものが大部分スローピングタイプフレーム化されフルカーボンモデルもこれまでの角張ったパイプ構造とは一新されハイモジュラスカーボン仕様である RHM の登場 RHM はアークップでのプレーンカーボン管からハイモジュラスカーボン化され軽さと構成の両立化と相なったヘッド周りのパイピング形状も レイダックの時の CC コンポジットよりもスッキリした印象を持ち、後述する RCS のパイピング形状配置と同一のものになった。ダウンステーブは角型断面、トリプルヒーテッドバケットチューブであるデダチャイ7003フォースチューブセットを使用した主にトップ。まだこの頃はアルミコラムのカーボンフォークが純正フォークとなっており、乗り味としてはパーツチョイスさえ良ければ、 ペダリング応力すらもしっかりと受け止めるがっしりとした乗り味であり、脚力とスタミナさえあれば上級コンポとホイールの組み合わせ次第で相当の潜在性を持つ。純レーシング仕様としては当時のトレンドを日本メーカーとしてはいち早く取り入れた存在でもあり、アンカーチーム内でもレースによってカーボンフレームと RCS フレームを使い分けていた。 それまで継続されていたモデルもモデルネームの変更に至る。オールアルミである RA バテッドチューブのネオコットフレームでホリゾナルレイアウトであるピスト車含む黒森バイクなどによる。以後、数年間はカラーリングとフォーク仕様によるチョイスシステムなどの追加、変更を受けるようになるまでフラッグシップモデルとの併売となる。MTB モデルはアルミハイブリッドモデルである XCS ダウンヒルバイクである DH シリーズとプロユース、スポーツユースと幅広い取り扱いとなっていた。2004年モデルロードバイク、RHM フレーム価格変更。RCS のヘッドチューブ系外観が細くなりすっきりとしたスタイリングとなり、トップチューブの形状、フレームディメンションが多少変更される。2006年モデルロードバイク、MTB 完成車のホイールラインナップによりさらなる。 住み分けがなされる。ロードバイクの一例として、マビックキシリウム SL 組は、プロ、アクシウム組は、エキップ、キシリウムエリート組は、エリートとなっている。この台から、なで型形状のオリジナルフルカーボンフォークが登場。ラインナップに快適性重視のフルカーボンバイク、RFX が加わる。RCS においてはさらに改良が加えられ、シートステイに出だちゃいファイアーテール。 チェーンステイにファイヤーボックスがおごられ、BB 周りの合成アップと軽量化を図っており、回、メカワイヤがステイを貫通する作りとなっている。乗り味重視の仕上がりとなり、ほぼニュートラル傾向のバイクとなる。主に中、上級者選手である、アスリートレベル向けラインナップの振り分けを明確化し、これまでの上と中の用途レンジのつなぎを持たせたシリーズ。完成車のチョイスシステムも、 ブリジストンブランドのタイヤ、エクステンザの登場により、細かい設定が可能となった。2009年モデルロードバイクでは、RFX シリーズのデザイン改定。2008年モデルまでのカーボンバイク素材である、ハイモジュラスカーボンを、さらに進化させた、サンピースハイモジュラスカーボンによる、合成、しなやかさの両立、さらにトップレンジモデルの証である、ヘッドチューブ周りの衣装の、 ドラゴンクローデザインがおられ、BB のダウンチューブ接合位置がオフセットされ、長距離エンデューロやロングライドでの快適性に振られており、コントロール性においてはニュートラルで安定感がある。フレームサイズ最大510まで、街乗りが重視されているシリーズ。このモデルはトップチューブが短めに、ヘッドチューブが長めに設定されており、比較的アップライトなポジションで乗ることができる。 アンカー特約店以外でも購入が可能。2014年現在、以前は別に存在したウェブサイトをアンカーに統合するなど、統合が進められている模様である。2009年モデルロードバイクタイプの RA900、RA700、フラットバーロードタイプの CA900、CA700、黒森フレームの CX900、CX500、MTB タイプの FR900、FR700 FR と全8タイプがラインアップされていた。2010年モデル2009年のラインアップの一部を名称変更。さらに、ロードバイクタイプに RA1000 が追加された。2011年モデルロードバイクタイプに新開発フレームを採用した ARF が追加。2010年モデルから2013年モデルまで存在したシリーズ。 2014年モデルは発表されずローエンドモデルの RA3EX などとしてメインのシリーズに吸収された模様。ロードバイクタイプの R9、R7、フラットバーロードタイプの回9、回7、回5、黒森フレームの C9、C5、MTB タイプの X9 と全8タイプがラインアップされている。アンカー特約店でのみ、購入が可能。 トラック競技用のシリーズ。このうち t r q PHM-9M、PHM-9S PH は NJS 認定を受けており、競輪で使用することが可能となっている。ただし、認定品を購入するには別途問い合わせが必要。アンカープロアンカースポーツやアイス出版サイクルスポーツ2004年8月号、広告海外軽量チューブセットの中で、 ブリジストンサイクルの厳しい合成車内基準を唯一クリアしたという逸話がある。RHM はもとよりモデル展開機後半は開発中であった時期の RFX モチーム実践投入機材として含まれる。ヤエス出版サイクルスポーツ2005年5月号広告。ヤエス出版サイクルスポーツ2005年12月号。O、B、日の注目バイク10台をテストつまり 接合合成を落とし入力に対するギャップなどの、対物衝撃の分散化をしている。ヤエス出版サイクルスポーツ2008年12月号、ロードバイク限界チェック広報経輪第47号6ページ、平成24年2月29日広報経輪第61号、5から6ページ平成25年4月30日、商品ページ商品ページ。ありがとうございます。